レイアップ打つときにどこ見てますか？もうゴールばっか見てこう行くと誰がどう見てもシュート行くって思うんで、はいはい、1点を見るというよりは結構ぼんやり自分のチームのヘッドコーチに言われてたのが選択肢3つぐらいないとディフェンスもそれを読んでくるから。なるほど。皆さんこんにちは、2B ストロングアスリートナビゲーターの田中大輝です。さあこの動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験や感じてきたことなどたっぷりとインタビューしてまいります。早速今回お話をしていただくトップアスリートをご紹介しましょう。こちらの選手です。こんにちは、千葉ジェッツ31番原修太です。今日はよろしくお願いします。今回はですね、千葉ジェッツ原修太選手にですね、実技、まあ、テクニックを教えてもらいたいと思いますが、いろんなね、指導法があると思うんですけども、基本やっぱりシュート入れたいと思うので、はい、レイアップについてちょっと教えてもらいたいと思いますね、はい、レイアップって結構おろそかにしがちというか、自分もプロ入るまではアップ程度にやって、終わらせてた部分があるんですけど、はい、まあ、千葉ジェッツのスキルコーチとよくバスケの話してるんですけど、スリーポイントシュートとかフリースローとかってみんな50本とか100本インまでやるんですけど、レイアップをそんぐらいやるとか、レイアップにこう時間かける選手っていうのが多分小学生も少ないと思うので、なるほど、それを教えていけたらいいなと。意外とは B リーグの世界でもあれだけレベル高い中でもレイアップって簡単なように難しい。そうなんですよ。本当になんか感覚が大事で、シュートもみんな感覚っていうじゃないですか。それと一緒でやっぱやっていかないと身につかないというか、ここをこうするっていうよりはもうひたすら回数重ねて ついてちょっとでもディフェンスが来たらそれだけでもブレるんで、そういうのを身につけるようにはしてました。意外とはでも対応力が重要なんですね、はい、引き出しが必要なんですね。そうですね。ちょっとポイントを教えてもらっていいですか、はい、まず自分もアップで1、2で、これが多分普通のレイアップじゃないですか、はいはい、これもちゃんと練習しないと自分ですら速攻でもらってレイアップするときに緊張するんで、緊張するんですか？いや意外と左だといいんです、左利きなんで、はい、右だとちょっと緊張するぐらいやっぱここの感覚っていうのが大事で、今のこの右左っていうのは多分みんな教わってると思うんですけど、それってB リーグだと外国人だったりとか、はい、多分ミニバス中学校だと、まあ、170、180センチの選手が下にいるわけじゃないですか、はいはい、それで 1、2 で打つと守ってる側からしたらタイミングが取りやすいんですよ。読みやすいんですね。 1、2、はい、っていうのがあるんで、はいはい、ただ打つんじゃなくて、まあ、最初はこの 1、2 でやってたとこをドリブルついて1で打ったりとか、そうすると相手は 1、2 のタイミングで打つと思って準備してるけど、はいはい、そこで打たれて遅れるとか、はいはい、例えば1、2のタイミングじゃなくて今のはこの1で右手で打ってたんですけど、逆に次は1で内側で打ったりとか、なるほど、その1、2のタイミングで打つんですけど出どころを外側からやったりとか、そうすると体の横の幅で相手もブロックできなかったりとか、そういうのを、まあ、僕は試合前にも普通の 1、2 のレイアップを3本、はい、1のステップで3本でこっちで3本内側で3本っていうのをやってます。あ、そうなんですね。でそういうバリエーションをやることによってこうディフェンスをこう見ながら、はい、あ来ると思ってすぐ打ったりとか、あなるほど、来ないから 1、2 で打って来たらパスとか、そういう判断ができます。なるほど、はい、レイアップ打つときにどこ見てますか？基本みんな多分教わるのがこの白い小さい方の近くですね、はい、この、まあ、右サイドであれば右上、はい、左サイドであれば左上なんですけど、そこを見るというよりはもうここは感覚で自分のディフェンスを抜いた後とかにいるヘルプの位置だったりとか、はい、目線とか動きとかを見てます。あ、じゃあゴール下のプレイヤーたちを見て、見てシュート打てなきゃダメなんですね。はい、 B リーグでやってる時にもうゴールばっか見てこういくと誰がどう見ても確かにシュートいくって思うんで、はいはい、1点を見るというよりは結構ぼんやり、まあ、例えばリング見ててもいいんですけ ど、リング見ててちょっと視界に味方を入れといて、はいはい、
逆にこう行くと見せかけて来たらパスとか、絶対どこを見るっていうのはもしかしたらないかもしれないです。じゃあ常に、まあ、いろんなことを想定しながらイメージしながらレイアップしなければダメだと、はい。まあ、それこそ宇都宮の比江島さんとかがすごい上手いのはここで目線でパスとか逆にあっち見たりとか、それだけでもディフェンスって結構こう動けなかったりとかするんですよ。やっぱりヘルプするディフェンスの人にもついてるマーク、あのオフェンスの選手がいるんで、その選手を見るだけでも出てこれなくて、なるほど、ワンステップで打ったりとか、なるほど、あるんで見てないですね。ということはじゃあもうここはもう感覚でもうインプットさせて、 そうですね、その前はもう基本的に 目はこの下を向いている方がいいですね、はい。自分のチームのヘッドコーチに言われてたのがやっぱ選択肢3つぐらいないと、はいはい、結局ディフェンスもそれを読んでくるから、なるほど、打つで大輝さんのディフェンスを見る、はい、でもう一つ奥に味方がどこにいるかっていうのを見とくと、はいはいはい、やっぱりそこで出せなくて出せなくて最後奥に出せるっていうのがあるんで、なるほど、結構ドライブした時によくあの周りを見たりとか、奥深いですね。よく練習でやるのは大輝さんがいるぐらいのところでディフェンス1人置いて、はいはい、もう1人はあのオフェンス役として、まあ、2対1の練習をやって、この目線スピードはあんま出さずに目線でこうどっちにシュートかパスかっていうのをやってレイアップ打つと意外と入んないんですよ。あ、なるほど。やっぱりこうシュートだけをこう行くって結構簡単じゃないですか、はい、そこにパスパスってやってると自分でも今でも練習中だと外したりとか、ディフェンスがこう駆け引きしてやってくるとポロって落としたりとかするんで、それって試合もそうだと思うんですよ。試合相手はもう完全に止めたいんで、はい、フェイクしたり、はい、行ったりとかするんで、そういうのを練習から、なるほど、その、まあ、チーム練習というよりは練習終わった後とか、もうこういうちっちゃいゴールがあればできるんで外でも、はいはい、で3人の時はこういう練習をやれば結構いいんじゃないかなとは思います。3年前ぐらいから知ったんですけど、レイアップに行く前のスピード、抜いた後の2個目3個目のドリブルもこう下向いて突っ込んでリングでやるとやっぱりブロックされるんですけど、やっぱ自分とかをこう見てもらえれば分かると思うんですけど、こう抜いた後にちょっとこう緩めて、あ、若干自分の中で余裕を持たせるっていうのは結構考えながらやってます。もう一回こう視野を広くゼロにするっていうような感じですか、はい、っていうのはやってる。へえ、いやでも奥深いですね。でもやっぱりレイアップの練習の仕方見てれば、あ、この子考えながらやってるなとか、この子うまいなって分かるってことですよね、はい、分かります本当に。単純にやってるように見えるんですが、実は細かな技術がかなり込められていると、はい、もう本当ただのこのありがちなパスフェイクでもあ、うまいってなるんで、その宇都宮の比江島さんとか、うちでいうと大倉壮太、はい、あのルーキーの、はい、こういうパスフェイクでディフェンスが飛べなくなったりとかしてるんで、ぜひなんかその試合とか見るときにそういうのを注目してもらえれば、より多分意識が高くなると思います。とても伝わってきました。でフォーカスする場所をこう分散させながらも決められるかどうか、まあ、レイアップに始まってレイアップに終わるという、はい、バスケットボールですから、次はですね、原選手のシュートのこう打ち方とかスナップの使い方などを伺っていこうと思います。原選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。